続いてはジュビロのリーグ戦です。勝ち点1差の上位対決、ホームで未だ負けなしの大宮に乗り込んだジュビロ。前半2分、左サイド駒野のクロスに太田、さらに宮崎がミドルを狙います。7分には駒野が小林とのワンツーで抜け出しボックス内へ。左サイドを起点に攻撃を組み立てます。しかし10分過ぎからは大宮の時間帯。コンパクトに守る大宮ディフェンスにアダ・ユートンのドリブルもケアされ、攻撃のリズムを失います。これは研究してるからね相手も。七海監督に檄を飛ばされ臨んだ後半、まずはアダ・ユートンが得意のドリブルでゴールに迫ると、28分のフリーキック、エース J が頭で大宮ゴールをこじ開けます。I wanted to make sure I was onside, and when I see Komo on the ball, he had very good crossing ability, very good, very fast cross, and all I had to do was kind of direct the ball towards goal. しかしその10分後、途中出場のムルジャに同点ゴールを許すと、さらに40分、このプレーで PK を献上。ここでなんとカミンスキーが完璧な PK ストップ。After the referee whistle, I decided to go in the right side. He running the ball. I see that side. 守護神のビッグセーブに応えたい攻撃陣。45分には途中出場の清水。さらに終了間際、その清水のラストショット。わずかに枠を捉えきれず、上位決戦は勝ち点1を分け合いました。やっぱり一試合一試合本当にかける思いがすごい強くて、相手の足も止まっていたので、とにかく仕掛けて自分のプレーの特徴を生かすことだけを考えていました。上位対決だったんで、はい、こういう形で、ね、白熱するというのはすごくいいですね。いや本当に見応えがありました。そしてジュビロは1位をキープ、はい、ということですね。もちろん勝ち点3は取りたかったとは思うんですけれども、はい、勝ち点1でも上々じゃないですか。上出来じゃないですかね、はい、さあこのまま1位を走り続けたいジュビロ、今週の練習を取材しました。